おはようございます。藤田くです。え、いつもは朝各駅から皆さんに姿勢の報告をさせていただいてきておりましたけど、その活動も、発動戦来、もう24年目になります。ほぼ毎日駅に立ち、皆さんに様々な姿勢報告をしたり、皆さんからご相談をいただいたりしてきましたけども、 今、東京都では、まん延防止が発令され、町田市でもできるだけ外出を控えてください。なるべく人混みに寄らないでくださいとお願いをさせていただいております。私も朝の駅頭などの活動を今、しばらく自粛をさせていただいております。今日は、 そうした中で、新しいオンライン駅とという形で、どうなるかわかりませんけれども、始めさせていただきたいと思います。2月9日、朝、ちょうど今、5時を過ぎたところです。これから、生の報告をさせていただきたいと思います。今、コロナの感染につきましては、 幼稚園、保育園、学校に特に広がってしまっています。え子供たちは、に感染が広がり、濃厚接触になったら、学校に行くことも今、できません。そして、学級閉鎖、学年閉鎖、幼稚園、保育園にあっては、今、閉園をしている、そういう状況もあります。 現実に町田市内でも、身近にそういう現実がございます。そうした中、保育園、幼稚園の先生たち、そして学校の先生たち、なんとか子供たちの学びの場を守りたい。感染防止に努めながら、今、本当に子供たちに寄り添っていただいています。教職員の先生方に、改めて感謝を申し上げたいと思います。 私もそうした地域の中で子供たちに夢と希望を与えよう、そして寄り添うということで、青少年健全育成で子供たちに集っていただく、そうしたイベントをずっと開催してきました。子供マラソン大会、これは小山田地区委員会でずっと続けてきておりましたけれども、残念ながら今年も 感染拡大により子供たちの健康を第一に考えて大変みんな、ま、心待ちにしていただいたんですけども子供マラソン大会も中止をさせていただくことになりました本当に辛い決断でありましたなんとか子供たちにそうした中で寄り添っていきたいそんな思いでおります私は 1969年、青森県弘前市に生まれ、高校卒業後、上京して、親からの仕送りもなく、新聞店に住み込み、毎日小新聞小学生でしたけども、しながら、オー林リン大学に当時通いました。当時は、今は死後かもしれませんけど、苦学生と呼ばれていました。 その時、創立者、清水康造先生の見学の精神、学徒自陣という教えに出会いました。学びて人に使えるを意味しています。私もいつくしか学園でキャンパスジョブをもらい、奨学金をもらいながら、大学院まで、 で学ばせていただきました。卒業して学園に何か恩返しをしたいと思っていたとき、当時学長であられた佐藤豊先生に声をかけていただいて、理事長で、当時理事長であった大野和夫先生に講演会長をしていただいて、地盤、看板、 カバンそして、選挙事務所も、ない。そしてまた、オビリンの大先輩で、当時、相模原市長であった小川先生に、学さん、明日から、毎日駅に立ちなさいと、ご指導をいただき、手書きの上り場と、自転車に立てて、駅に立ち続けました。それ以来、実は朝の駅頭は、 毎日24年間続けさせていただいております。そして、なんと28歳の時に、町田市議会議員に当選をさせていただきました。こうして私は、どんな環境にあっても、学ぶ意欲さえあれば、学ぶことができる社会にしたい。恩返しの思いで政治家を志しました。 しかし、貧困による教育格差、子供の貧困など現実と向き合うことになりました。以来、一人の政治家としてだけではなくて、ボランティア活動もしながら、子供の貧困と教育に特に取り組んできました。そして、そうした中で小児がんや難病に苦しむ子供たち、 そして、その子供たちを見守る母親たち、育児に悩む保護者の方々とも出会いがありました。今、少子化や高齢化、そして地域コミュニティの気範化などにも伴って、市民の困りごとは 子育てや介護、生活困窮、引きこもりなど多様化し、また、8050問題やダブルケアなど複合化しております。さらに、新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛、失業などでコミュニケーションの機会が減ったことにより、孤独や孤立を感じて、本当に望まない 孤独・孤立を身近にに感じるようになりました孤立・孤独の問題は貧困がいくつか絡み合いどうしようもない状況に追い込まれ頼る人や相談する人もいないと生じるものであるというふうに今私は思っておりますしえ政府も そして総理も先日そんなことをおっしゃっていました。そして孤独、孤立の問題は延期化する新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛失業などに伴ってさらにさらに今深刻化しております。今第6波の中でも 皆さんにもう限界だという声も私も相談を受けております。一人じゃない。とにかく周りに相談してください。私も一人、一人に寄り添っていければと思っております。どうぞ困ったら声をかけてください。私じゃなくても 隣の人、そして誰か声をかけられる人にかけてください。そして私は本当に一人一人に寄り添っていきたいというふうに思っております。このコロナ禍を乗り越えて一人一人が夢と希望を持てる 新しい町田を作っていきたい。そんな風に今思って活動させていただいております。明けない夜はありません。新しい、そうした夢のある、そうした社会、そして人生が待っています。厳しい試練に負けることなく、 だけど、負けそうな時は、みんなで寄り添い合いながら、明るく、温かみのある未来を作るために、今日も私は活動してまいりたいと思っております。また、皆さんと、液頭で、親しく、触れ合いながら、活動ができることを、心待ちにしながら、今日は、 蔓延防止の中、新しい試みでありますけれども、オンラインで皆さんに施政の報告をさせていただきました。明日もどこかで施政の報告をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。皆さん、くれぐれも感染防止に努めながら、そして、身近に感染が感じるようになっております。感染になった時も、ぜひ自分を責めずに、 そして、ご家族の方も、周りの方も、感染された方々におさめることなく、みんなで、自分自身で、自分を守り、そして、家族みんなで、そうした感染になってしまった方々にも、寄り添って、回復されることを、心から願っております。今、感染は、 身近になっております。みんなで乗り越えていければと思っております。私も皆さんがそうした感染要望、そして感染拡大に努めながら感染してしまった、そして濃厚接触者になってしまった、そういう人たちにも何か手を差し伸べることができたら、寄り添うことができたら、そんな思いでおりますので、 ぜひよろしくお願いしたいと思います。今日も一日よろしくお願いいたします。